はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。今日はマスターキー掘りに行きたいと思います。というわけで、相棒のタンクちゃん3号とともにね、出発したいと思います。よろしくお願いします。というわけで一発目は、クモ2匹ですね。クモ2匹いるところ、密林のところですね。早速やっていこうと思います。クモね、もうだいぶお世話になってるんでね、あれなんですけども、まあ2匹いるけど離れてるんで、まあ1匹ずつ相手にできるっていうことでね。まあいつも通りタンクちゃんに、タゲを取ってもらいながら安全なところから殴って倒すという戦法でやっていきます。さあ早速、剥ぎ取りの方をねして、マスターキーをゲットして、ついでに、剥ぎ取っていこうと思います。まあなんかに使えるかもしれないから ね。さあでは2匹目の方も行ってみましょうかね。2匹目の方も、同じようにタンクちゃんにまず作業を取ってもらって、これアグレッシブにねかなり動いてちょっとびっくりしたんですけど、まあこれでね、まあ、タゲ取りが安定したんで、こっからはサクサクと、処理することができました。せっかくシングルプレイなんでね、ちょっと管理者テレポートでもうサクサクいろんな場所に行きたいと思います。さあ続きまして、こちらですね。こちら、ジョーサンドリーパーがいるところですね。ジョーサンドリーパー、ジョー様、これも、タンクちゃんにタゲを取ってもらってる間に後ろから、サクサク、殴っていくという感じで、これ体力低いんでね、あっという間に、処理できました。ありがとうございます。さあ続きまして、次はこの辺ですね。ちょっと分かりづらいとこなんですけど、この辺に、巨大クモがいるんでね、これをちょっと広いところに引っ張ってきて、広いところで、またタンクちゃんに、これ間違えて、これね、武器間違えて、剥ぎ取ったままナイフ持ってたパターン、よくあるパターンね。さあというわけで、タンクちゃんのタゲ取りが安定したところで後ろから殴って終了というところですね。マスターキーありがとうございます。ごちになります。さあ続きまして、この辺、またジョーサンドリバーですね。この辺ね、まあちょっとね、余計なのが出てきちゃってね、ちょっとめんどくさかったんですけど、よいしょ。まあ大したことなかったんでね。で、タンクちゃんのタゲ取りもしっかりと行ってるね。もうタゲをしっかりと取ってくれてるんでね。よいしょ。で、とどめはタンクちゃんということで。剥ぎ取って、マスターキーをいただいていこうと思います。ごちになります。ありがとうございます。お世話になっております。さあ続きまして、この辺ですね。この辺とこっちの方2箇所ですね。今度は、白トラと白ゾウですね。まずトラの方から。トラおっちゃん苦手なんですよね、こういうすばしっこいやつね。すばしっこいやつ、タゲが安定しないからね。タンクちゃんのタゲが安定しない敵は基本的に苦手なんですよね。まあとりあえずそんなに体力は多くないんでなんとかなりました。マスターキーアザース。まずトラの方を、白トラをしっかりと処理をして、それから問題の白ゾウですね。これね、
体力多いからね。で、ちょっとね、夕方になってきちゃったんで、なんとか暗くなる前にちょっと処理したかったんでね、ちょっと焦りました。ちょっとご利用し気味な動きになってしまいました、これ。もうほんと、やば、暗くなると思って、収録してるのに暗くなるみたいな感じになっちゃったんでね、ちょっとね、もう強引に、もう攻撃を当てに行く感じで。まあね、その甲斐あってか、なんとか、まあ、暗いな後から見るとちょっと暗いな。もうちょっと明るいとこで倒したかったですね、これね。白像なのに白く見えないもんね。まあそんなこんなで、ちまちま削っていって、もうどん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 削っていって、ゴチンです。ああ、暗くなっちゃったね。暗くなっちゃったね。これだけは後悔ですね。明るいとこで倒したかった。はい。さあ、続きまして、この辺になります。この辺の水辺ですね。水辺です。水辺にこれ、でっかいワニがいるんでね。これも、いただいていきたいと思います。おーっと、吹っ飛ばされた。さあ、タンクちゃんのタゲ取りが安定したんで、ここは安全な場所からやろうと思ったんですけど、このワニ結構アグレッシブで、まあといってもね、まあタンクちゃんにかかればもう造作もないことなんでね。よいしょ、さすがタンクちゃん頼りになるね。というわけで、マスターキーゴチになります。さあ続きまして、この辺です。湖2つの間ぐらいですね。間ここでっかいサイがいるんですよね。このサイの方、戦っていきたいと思います。まずはタンクちゃんにタゲ取ってもらうためにちょっと手を出しておいて、でタンクちゃんにタゲが安定したら、あとは安全な位置から殴るだけ。安全な位置から殴るだけ。もうこれ楽なお仕事ですよ。さあ終了です。マスターキーゴチです。ありがとうございます。さてさて、剥ぎ取りも終わったところで、次に向かう先はどこでしょう。次は、ここら辺、なんかね、ここら辺結構広範囲の場所、結構移動してるんですけど、またサイですね。なんか、サソリと戦ってました。もうでっかいサイですね、またね。もう連続でサイです。まあタンクちゃんのタゲ取りが安定してくれてるので、まあこれも安全な位置から殴るだけっていうね、もう楽なお仕事、もう誰にでもできる簡単なお仕事です。さあ剥ぎ取っていきます。マスターギーゴチです。ありがとうございます。さあ続きまして、次の行き先はどこでしょう。この辺です。この辺です。この辺ね、サソリがいるんですよね。でかいサソリ、でかいサソリを倒していきたいと思います。まあいつも通り、タンクちゃんにタゲを取ってもらって、その隙に削っていくと。で何気にやっぱ硬いからね、これね、
結構体力多いのか硬いのかわかんないけど、ちょっとよいしょ、なかなか減ってくれないという感じで、でもまあ地道にね、もうタンクちゃんはしっかりとタゲ取りしてくれてるんで、地道に、処理をしていきたいと思いますと、終わりましたね。マスターキーゲットでございます。あざす。さあ続きまして、はい、こちらですね、ジョーサンドリーパーですね。ジョーさん、ジョーさん、よいしょ、ジョーさんはちょっと周りに敵が多いんでね、ちょっと敵がいないところにちょっと引っ張っていって、戦いたいなっていうことでね、ちょっと引っ張りました。まあこれはまあいつものごとく、タンクちゃんに竹を取ってもらって、その間に処理をすると、王道パターンですね。これで、難なく、処理完了という感じでございました。さあ、続きまして、この下のところですね、ここのサソリですね、こいつもちょっとタンクちゃんが多分他の敵かなんかに手こずってて来るのが遅れたんでちょっと焦ったんですけど、まあ問題なく、まあ回転攻撃ぐらいですね、ちょっとめんどくさいのがね。まあそれ以外はね、しっかりとタンクちゃんがタゲ取ってくれてるんで、その間に、安全なところから殴って削っていくというスタイルでね、これも同じような感じでゴチになります。ありがとうございます。マスタキーゴチです。あと何気にね、金の延べ棒、銀の延べ棒が結構出たんでね。というわけで、マスターキー結構出たんで、今度はね、箱開け、開け放題、できるんでね。また、タンクちゃんと一緒に今度は箱開けに行きたいと思います。というわけで、長時間お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。またよろしければね、見ていただけると嬉しいです。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。